こんにちは。Amazon サポーター堀秀夫です。今日はアメリカ Amazon でも利益の上がる商品を見つけたいという質問をいただいたんで、それに対する回答です。回答は残念なんですけど、アメリカ Amazon では利益の上がる商品を見つけにくいです。オーストラリアに集中することをお勧めします。一番の理由は、小売転売では真贋鑑定にかかってアカウントがサスペンドされるリスクがあることです。アメリカで真贋鑑定で3件 NG になるとサスペンドされます。一方、オーストラリアは何件もの真贋鑑定で NG になってもサスペンドされた例がありません。アメリカ Amazon で販売を続けるならメーカーにならないとリスクが高いです。そのため、どんな商品が儲かるか、コツをつかむまではオーストラリア Amazon だけに商品探しの時間を使った方が良いです。ちょうどアメリカ Amazon の難しさが分かる売上報告をいただいてますのでご紹介します。Amazon 輸出開始11年の会員さんからアメリカ Amazon ハロウィン商戦の報告をいただきました。売上は$73,674。これが30日間の売上です。これね、1000万超えてますんでね、すごい売上なんですけど、ただ、中身を見るとね、去年までとちょっと違うと。普通便で30日までに届くので、コロナ後は輸送効率上がってると思いました。去年までの売上カーブとは全然違いました。ギリギリまで売れる市場になったことは分かった。去年より数量で 50% アップ、売上で 30% アップでした。ブランドレジストリの保護がまだ有効でなかったために、安値競争に巻き込まれたので、両方で売り上げは伸びませんでした。また、保管料や FBA 手数料がアップし続けているので、去年より入金は3割減った模様。なんかもうアメリカは売り上げの3割以下しか入金されないです。これについてはもう安い商品は売らないということ。まずは中国商品の売り値の平均値を現在の$10から$20に持っていけるような新商品リサーチが大事になってくると思いました。また、オーストラリアもいつの間にか手数料半分ぐらいになって利益率が下がってきています。とはいえ、米国よりマシなので、もっとオーストラリアにも力を入れていかないといけないと思いました。商標登録とブランドレジストリとトランスペシーでさらにカタログ保護を徹底していくつもりです。細かいことまでサポートしてくれるので本当に感謝しています。今年はいろんな課題が見えたシーズンでしたと。いうような報告をいただきました。この報告を見ても分かる通り、アメリカ Amazon は競争が激しくて利益を上げにくいです。アメリカ Amazon は参入11年目、30日で$73,000販売しているベテランでもこの状況です。オーストラリア Amazon に専念した方が効率がよく安全です。